電話3箱目いきます。これでディストピアガイが出たら僕はもう終わりで、いや本当に僕はもうヒーローになりますよ。宿泊怖いわ、本当に怖い。もう嫌すぎてパックも開ける気なくなってきちゃったよ。はあ、期待するか。もう本当この3箱目でかかってるよ。ここの宿泊でオイラのあのテンションがかなり決まりますから。では見ていきましょう。3箱目です。お願いします。 D ヒーロー来ないでください。いきます。ドキッとする。もう D のディスティニーすごいね。ほんとすごいと思う。頼む頼む。最初の数から大事ですよ。あ、魅惑の打天使、まあ、これもこれで今のところ3枚出たな。魅惑の打天使3枚目です。ありがとうございます。3枚は入んない気がするカードです。D ヒーローダークエンジェル、ありがとうございます。お、打天使の追放、スーパーレアだ。やったー、ありがとうございます。これもね、大事なカードだと思う。問題は宿泊だよ。あー、ディバインガイ。宿泊がもう見えてる。まあいいでしょう、ビッグスターです。ありがとうございます。ビッグスターでも宿泊の中で一番買い取りを見ても一番高かったので、まあよしとしましょう。とりあえずやっとこれディストピア外から抜け出せた気がします。さあもう一枚ぐらい数が来るのではないでしょうか。打天使来い。おっしゃーしゃー、よしよけた。打天使イシタム、手札からこいつを切って打天使1枚切って2ドローができるという。あとイラストがクソ可愛いですね。やったぜ、ありがとうございますという感じですね。あー、ちょっと取り戻したかな。3箱目でちょっと取り戻しました。3箱目当たったのがこちらです。イシュタム、ビッグスター、ディバインガイ、追放、魅惑の打天使、ダークエンジェル。まあまあだいぶ当たりパックでした今のは。では次行きましょう。では4袋目行きましょう。イシュタンが出たのはかなりねモチベーション回復につながりました。ただもうルシフェルがもうあと3箱しかないので、ルシフェルをこの後逃せない。3箱すべてにおいて僕はルシフェルを出さなければいけないという状況に陥ってしまいましたが、頑張って出していこうと思います。ディストピアガイだけは避けたい本当に。はい、では出ましたので4箱目見ていきましょう。来いよ打天使。イシュタムタンが来たのでモチベーションが少し回復しました。頼むぜ。数枠が大事ですからね。あ、違う、宿枠もね全部大事ですから、なるべく D の文字を消していきたい。なるべく D の食卓ではない感じでいきたいですね。うんうんうん、いよいよ緊張してきた。マジこっからだよ、こっからほんと外したくないから。頼む頼む頼む。うっ、はい、まず1枚はディスティニードローです。ディスティニードローを見ると D ヒーローを作りたくなるんですよね。さあこっからだよ。今ので D 行ってほしかった。今ので D で切った感じ。あ、待った待った待った、待つことはないであろうこの運命。ディストピアガイ3枚目です。これもう操作されてんじゃないですか。いやそんなことないでしょう、きっと後編に入ってるんですよ。ふん、残りの数枠でなるべく取っていきたいです。頼む。あー、スルーしようと思ってた現実から目を背きましたが、ディバインガイ、これきついなー。よし、なんかね、まだね、まだ何とか元気が保てるよ。イシュタムタン、ありがとうございます。2枚目です。イシュタムのおかげだよ本当に。あー、これも大事なんだな。魔界劇団もそんなに出てないね。となると魔王降臨のスーです。ほんと D ヒーローにさ枠取られまくってるね。こんな感じかな。はい、以上になります。1枚足りなくね。待って、ごめん、1枚見落としてるかも。あなたがディスティニーヒーローブルーディー、さよなら。はい、というわけで4箱目こんな感じです。またもや4枠 D ヒーローに取られてしまいまして、ディストピア界3枚目、イシュタムタンがかろうじて来てくれたのが唯一の救いです。あと魔界的な魔王の降臨初めて当たりました。ひー、きつい。はい、というわけで出ました。5箱目見ていきましょう。次ディストピアガイが出ると僕はちょっと怒ります。ちょっと怒っちゃいます。頼む、ここで宿泊でルシフェルが出ないともうほらダメだよ。というわけで見ていきましょう。頼むよ宿泊ね、本当に序盤から来るとちょっとテンション怖いよ。頼む、本当にもうドキドキしちゃう。まずはこう安定的にダークエンジェルが D の場を奪っていく感じです。ありがとうございます。ねえ、これさ、ほんとさ、ちょっと待ってよ。ちょっと
とこんなことってありますか。ちょっと手震えちゃうんだけど。ディストピアガイ4枚目です。もうちょっとトラウマになりそうだね、ここまで来ちゃうと。ほんと久しぶりに心から嫌な気持ちですね。では見ていきましょう、引き続き。多分今 BGM で悲しい音楽が流れてると思います。いやー、こんなこともあるんだね。あー、よかった、打電子の追放です、ありがとうございます。デバインガイ、うわー、イシュタムタン、かろうじて君だけは3人来てくれたんだね、ありがとう。あー、魔界大砲魔王降臨、ありがとうございます。こんな感じですな。あれ1枚足んない、またごめん、また1枚見落としてた、ごめんごめん。もう1枚どっかにあるぞ。もうごめんね、テンション落ちててさ、どれがスーパーレアかもよくわかんないんだよ。あれなくね。あ、そうか、ディストピアガイか。当てたことも忘れてたよ。はい、というわけで5箱目はこんな感じです。お前が全て悪いんだぞはい、というわけで、まあイシュタムが無事3枚揃ってたんですが、ルシフェルがゼロとアムドゥシアスですね。さっき当たったアムドゥシアス、アムドゥシアスがまだ1枚しかないっていうのもちょっとネックなのではないでしょうか。ではラスト1箱開けていきましょう。はい、ではラスト1箱、6箱目見ていきましょう。まあ宿泊だけの結果で言うと、ディストピアガイが4枚、ルシフェル0、宿泊があの子ですね、ビッグスターが1枚しか出ていません。これほど欲しいと願って遠ざかることもあるのだろうかと思うぐらい悲しい結果でございます。ちなみにこいつアムドゥシウスもまだ1枚しか出てないので、なんせとりあえずなんとか打点数を稼いで少しでもシングルガイを安くしていきたいと思っております。これでディストピアガイが出たら僕は D ヒーローを作ります。そして打点数を諦めますってぐらい出るんすよ、ディストピアガイが。では見ていきましょう。序盤から来たら本当、まずはブルー D を確実に私の命を蝕んでいきます。まあまあこっからっすよ。わー、やっと来てくれたか、君のことをずっと待ってたんだよ。はい、というわけで大本命でございます、打天使ルシフェル。なんせイラストがかっこいいんですよね、めっちゃイケメン。3000でですね、アドバンス召喚をしなきゃいけないんですね。相手フィールドの効果元の数だけ手札できる打天使を特殊召喚、効果の対象にならない。へえ、不思議な効果というか、アドバンス召喚ができれば強いって感じですな。これ効果見る限り3枚必要なのかな、3枚なくても良さげな雰囲気を醸し出してるんです。まだ分かんないですよ、デッキとか作ってないし効果も分かんないんで何とも言えないんですけど、なんか3いらなくてもいいのかなっていう雰囲気でしたね。まあなんせディストピアガイの呪縛から解き放たれた、よしよしよし、追放、オッケーオッケーオッケー。あとはあの馬ですね、アムデュシアスが欲しい。あー、もうダークエンジェル本当に勘弁。アムデュシアス、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 ビアグルダですか。まあまあまあ、4枚目です、ありがとうございます。さっき実はね、魔界劇団のカードがちらっと見えたんですけど、 あなたかワイルドホープか、ワイルドホープでございます、ありがとうございます。あ、これでできったね、これでできりました。はい、ありがとうございます。ようやく最後に来てくれたかというわけで、やっと来ました、打天使ルシフェルでございます。大本命だったよ。まあ最後は打天使枠が3で、ディヒロが2、魔界劇団が1というわけで、このような結果になってしまいました。はい、というわけで6カード買ったレアカードのあれです、レアカードでございます。祝3枚ね、ちょっとやっぱディストピアガイにかなり気を取られてたんですけども、スーパー枠がそんなに悪くはない。ここら辺は完全悪意なんですけども、ダークエンジェルが4枚、ディバインガイが4枚、ブラウディが3枚、すぐ作れます。実質にドローが2枚、魔王降臨が2、ありがたいです。必須のサーチカード、打点手をただサーチするだけの必須カードがちょうど3枚出ました。ミヤクの打点手が1枚多いんですけども4枚、 D フュージョンがなんとか1枚でとどまってくれました。アムデュシアスがちょっと少ないかな、イシタムタンが3枚来てくれました。でワイルドホープも毎回は3枚来てくれたという、割とね数枠は悪くはなかったです。いやー、ちょっとねディストピアガイが止まんない時はマジで終わったと思いましたが、どうしようかな、デッキをどう作るかはまだ決めてないんですけども、ルシフェル3はいらないと思うんだよね、効果見る限り。アドバンス召喚したいタイプでしょ、わかんないけど、そんなにいらないと思う。シングル買いかもう一箱積むかですかな。アムドゥシアスもまだ欲しいと思うし。いい状況で生活でした。皆さん、D には気をつけましょう。じゃん。